はい、皆さんこんにちはもんま,みきですまだ鼻声の状態ですがお付き合いしていただけると嬉しいですあの今日今日あ今日がいつ配信になるかわからないえっ、ー、と10月28日ですねあの クリちゃんの,あのペットのお葬式をさせていただいた動物霊園さんんからお電話が来たんです、ね、10月20日にあのお手紙を投函しているので10月23日の週のどこかで届いて。 いるだろうなとは思ってたんですけど、あまさかのお電話が <laughs> 来るとは思わなかったのでびっくりして <laughs> 慌てながら出ましたね。電車じゃなくて良かったところです。あのお昼食べてました <laughs>、うん。あのお,お手紙あの得意ではないので。 あの電話であのお手紙のお礼を伝えたくてって <laughs> お電話くださったそうです。あのー、園長さん本当に優しい方なのであの時よりかは落ち着きましたかって <laughs>、あのー、私のことを心配してくれて。 くださりましてうんやっぱり3人あのうちの亀ちゃんお世話になってるのでやっぱりあのはたから見てもクリちゃんの時の私の様子はお,おかしかった。 かなのかななんかあのー、1人目2人目の時はもうすごいギャン泣きだったんですよね悲しくて悲しくてもう人目も気にせずワン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 泣いてたんですけどクリちゃんの時はなんか 涙一粒一粒がなんか重みがあって自分でも何だろうなこの涙はってその時思ったんですけどでもなるべく人に見せないようにこ <laughs> らえてたんですけどやっぱりこらえてる姿も見られてるので <laughs> 今までのこ とはクリちゃんなんか違うのかなって思ったのかあの仮想の仮想が終わるのを待つ時間たくさんお話をあの聞いてくれたんですよとっても聞き上手な方なので自分が心の中で いろいろ思ってるよりかは口に出してしまうと結構楽だったり聞かれて初めて気づくこともあったりしてなんだろうな土葬であのペットちゃんとお別れする方もいらっしゃると思うんですけど仮装にして。 こうして話を聞いてもらえて救われる部分がおおき大きかったのでその、うん、感謝を、うん、込めてお手紙書かせていただいたんですけど改めて園長さんの声を聞いて。 少しお話しさせていただいてすごいお仕事されてる方だなって思いました。うん。園長さんいなかったら私まだ引きずって落ち込んでたと思うので本当にありがたく思ったのと最後に。 悲しい時にしかうちに来ることはないと思うんですがああ確かにそうだよねって思って一番悲しい時にお世話になってるんだよねそうねって思って「元気になったら遊びに来てください」って言われて「<laughs> 元気になったら行こうかな」っていなんか行く場所ができたのも本当に。 嬉しかったですねお手紙を全文書くまでにすごい日にちを要したんですけど書き上げてお届けができて本当によかったです。ね。お手紙 あのちゃんと気持ちを込めたかったので <laughs> 手書きでやりました。<laughs> やっぱり不思議なもので <laughs> 印刷だと伝わらない何かがあるんですよね手紙って不思議ですよね。 どうしても伝えたい思いがある時はやっぱり手で書いちゃいますね。<laughs> あまた鼻声ひどくなってきた。でも言いたいことが全部言えたのでよかったです。ご視聴者の皆様もいつも温かく。 ご視聴して私を支えてくださり本当にありがとうございます気持ちも風も治して体も元気にしあのみんなが元気になれる配信を続けていこうと思いますえー、とでは本日は以上ですご視聴ありがとうございました。 失礼します。